テンプル駅はアメリカ合衆国テキサス州テンプルウェストアベニュー B315 にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。アムトラックは1911年にアッチソン・トピカ・サンタフェ鉄道により建設された歴史的な駅を使用している。この赤レンガと漆喰のサンタフェ鉄道駅はプレーディー・ボザール様式の典型例である。百八十五年に サンタフェ鉄道は駅舎から退去した。アムトラックは1990年代初頭に無人駅とした。駅は解体予定だったが、コミュニティの努力はその保全につながった。1995年にテンプル氏はテキサス州運輸省に対し駅を復元する資金の交付申請書を提出した後、駅とその周辺の土地の約2234平方メートルを購入した。 テンプル市に総合陸上交通効率化法による補助金240万ドルが交付され、修復工事は1999年9月に開始された。2000年の夏に修復工事が完成し、同時にテキサス州ムーディにあるガルフコロラドサンタフェ鉄道が1908年に建設した駅舎に入居していた、レールロードヘリテージミュージアムは当駅に移転した。 アムトラックの停車する列車は、下記の通り。南行列車のシカゴ出発便は、サンアントニオで、サンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまで、サンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し、サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。 当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。